午前5時ごろ、宮越太郎の自営業、粟淵福治さんの妻が自宅敷地内にある菓子工房に行ったところ、工房内で保管していた串団子の粉などが荒らされているのを発見しました。工房の裏手の高さおよそ1メートル40センチの窓の網戸には熊の痕跡が残っていることから、熊がこの窓から侵入し工房内を荒らした後、産直へ出荷する予定のドーナツ5袋を持ち去ったとみられています。じゃあ人だけじゃなくて熊にも人気があるんだ。そうだね。それで困るんです。粟淵さんによると工房内に入られたのは初めてですが、一昨年にも別の小屋に熊が侵入し栗を食べられていて、最近も周辺では熊が目撃されていたということです。警察が付近をパトロールして警戒を呼びかけています。